今日のコースが7700円のコースです。あのちょっと変更して、あの握りとかをこっち行く感じなんですけど、大体何品ぐらいあるんですか？まあ9ぐらいでしょ。あ、9ぐらい、うん、で時間的には大体どれぐらいの滞在を目安にしてるんですか？2時間ぐらいを考えてます。想定はしてます。そのコースの中にはドリンク代とか含まれる？そうですね、ドリンクは飲み放題はプラス2000円です。基本的にお店にある日本酒、そうです、もう普通のビール、サワー、日本酒、焼酎、普通にあれですかね、単品とかでも行けたりするような感じなんですかね？行けます。あ、ごめんなさい。単品は正直あのまだ2月はちょっと黒船のメニューほとんど、あ、まあ、僕らなこう慣れるまで、慣れ出したらあのいろいろ改善をもっとバンバン増やす。まだいいです。じゃあそうなんか最初なんかマユさんがあ映ってるって言ったら実際あれですか、実演じゃないですけどそういう感じで提供する感じなんですか？あの忙しくない時はあの予約とかも団体さんの時はある程度準備してきます。いや、お昼はちょっとやめとこうかと、まあ、もし今順調に行き出したら考えます。はい、今のところはやらないです。まあ、この辺りは夜が、はい、夜が安定して、おすすめのなんかお酒というか日本酒をなんか、おすすめ日本酒はあれです、瀬戸大町。瀬戸大町僕昨日飲んで、岡山 の、 あの瀬戸町 の、 あの瀬戸町がですね、全国的にお町前が有名で、あのそれで今年ちょっと金賞を取ったやつです。はい、どうぞ。あ、ありがとうございます。しないです。はい、すみません、失礼します。自家製のごま豆の白あえでございます。ほうれん草を今日は使ってます。めっちゃ美味しいです。ごま豆も。めっちゃ美味しいでしょ。はじき返してくれた50年のごまの職人さんが、はい、裏でやってくれてます。内容ですか？あ、はい、終わりでしょ。いや、僕も今メモっとこう。めちゃめちゃ美味しいですね。うまいでしょ。なんかごま豆腐やば。これこのままで、そのままもう、はい、ドレッシングかかってます。あ、はい、ありがとうございます。
いいのがあったんで。お肉でユッケを作ります。筋に対して直角に肉と一緒に。この量で何匹分とかあるんですか？これで2枚ですね。一等、そんなに今回のそんなに大きくなかったんで、1枚が多分そんなに大型ではないですけど、たまにこんなのそれはもうあの何百キロ級、まあ肉みたいですね、ほんまに肉みたいです。これを網焼きしてポン酢で食べる料理もある。美味しそうですね。そうですね。はい、頬肉のユッケです。はい、どうぞ。食感がすごい、マグロじゃないような、もう、うん、ですよね、うん、出ちゃいますね、これ。山の芋を落としてもらったんですよ。あ、そうなんですか。これだ。で、エビとバラボンとパテラ。はい。めっちゃ美味しい。あ、そうです。はい、ありがとうございます。どうですか、あの前のお店に比べてなんかその気持ちとかやっぱ変わったりします？なんか全然多分あのそうですね、違いますね。爆発感がまた違いますね。そうですね、いろんな、ま、会社も多いですしね、もう圧倒的に人口が違うんで、はい、もう どうなっていくんだろうという、はいですね。まあ、ただ自分がずっと高島でやってきたそのマグロを、まあ、こう時計町来ることによってもっと岡山の人にマグロを伝えやすくなるなっていうのはありますね。はい、なんか手軽に、なんか気軽に来れるっていうかね、なんか、ね、そうですね、長くだとどうしてもちょっとね、お酒の面とかでもあるんですけど、ここだったら別にあの、そうですね、鉄道もあったりするんで、そうそうそう、やっぱ交通の面がいいのですごく、まあ、どんだけ飲んでも、まあ、JR があるですよね。泊まる場所もあって、そうですね、もうそれが多分一番、まあ、ホテルに泊まるっていうのも一つですね。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそすごい、なんかなんていうんですかね、上品な、でなんかその本当にお酒と合うというか、もうなんていうんですかね、無駄がない。そうですね、あのもう職人さんがですね、もう50年の職人さんです。朝からもう出汁からしっかり昆布とカツオで出汁から取って、もうすべてもう丁寧に一から締めてきてます。あの高島で8年頑張ってきて、今回あのこのようなあのお店をさせていただけるようになりました。で岡山の方に、まあ、僕が今までやってきたマグロをもっと広めていけたらなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。